こんにちは、ルーチューブのお時間です。試合終わって初めての動画撮影で、まあ皆さん試合前の水抜きと、あと試合の控室の動画、まああれちょっと短いけどさ、やっぱああいうのってこう一般のファンの人って見れないじゃない。ほんとね、これね、スポンサーとかさ、本当に親とかだったらさ、コロナ前だったら控室結構来てたじゃんみんな、今もう一切ダメだからね、まあ、だからああいう動画もちょっとルーチューブっていうかやってる意味が、ああいうの撮れたんで、ちょっと自分としては YouTube やってる意味があるのかなっていうふうに思って、まあ結構視聴回数も伸びてくれたね。かっこよかったでしょ。かっこよかったね。まあそれも衣装ありきだけどねはい、なんで、皆さんの応援のおかげで、あの運よくね1ラウンドで蹴りをつけられましたけども、本当にこうなんていうのかな、試合前はすげえ不気味でさ、あの軽量の時ももう対戦相手ニッコニコしてんのよ、それってもう絶対強いやつなのよ、だから谷口さんとかも不気味だなって、谷口さんよくもう相手のビデオ見てさ、映像見てたけど、やっぱ好戦的でめちゃめちゃ打ち合ってさ、打たれ強くて、で KO 負けっていうかダウンが1回だけで、俺みたいな感じだよね、その唯一 KO 負けしたのが世界戦で、それ以外はダウン経験もないって聞いてたんで、まあ足使ってこう出入りをしながらボクシングをやろうと思ったら多分判定では勝てるなと思ったけど、まあ後半でレフェリーストップまで持っていければ、っていうかまあこれから世界を狙うんだったらそういうところを見せないといけないなとは思っていましたが、まあ1ラウンド本当に運よくいいパンチが当たって効いたんで仕留められましたね。なんかこうジャブにリターン返してきた時に、おみたいな、っていうか初っ端でしょ、初っ端早いジャブ打った瞬間に、まだ多分ジータス放送されてないよねこれね、自分ジャブ一発目に右合わせてきたよね、ちょっとおっと思った、あそれに合わせんだって、そのいきなりの相手のファーストジャブに右を合わせるって結構じゃん、で記者に言われたんだけど、前日の記者会見つかあれでさ、いや相手結構強いし赤穂のことよく研究してるよって言われてさ、あ映像見てんだ、な本気だよって言われたから、一発目で右合わせきたから、うわこいつ読んでんなと思ってであれで逆にこう気持ちが引き締まったというところもありました。いや、ま、なんか俺は正直その見た目と か体ぽちゃってしてるじゃないですか。だからそうだね、なんだ別に全然あれだなって思ったんですけど、そのファーストコンタクトでそれ返したの見た時にあまあそのさ、皆さん階級が確かに下だよ、1階級2階級下の選手なんだけど、まあ自分としたらね、まあ、フライ級とスーパーフライ級が向こう全盛期でしょ、で自分ももともとスーパーフライ級で、でまあ未公認と言いつつも IBO って結構メジャーだよね。 IBO とボクシング知ってる人はゴロフキンが持ってたりさ、ハットンが持ってたりさ、結構メジャー4団体の次にはちゃんとした団体だよね IBO って。意外と強いチャンピオンいるんだなみたいな、なんかよくわかんない団体って印象です。で俺的にはその自分がスーパーフライで取れなかったわけじゃない、世界をね、まあ東洋は取ってるけど、それで世界を取ってるっていうのは、あ自分よりも1段階上の選手なんだなっていう認識だったのよ。シルバー持ってますからね、WBC もシルバー持ってるでしょ。だからまあそういう選手とここでやれるっていうのと、まあ、この後の回で話すけども、次戦がもうちらほら決まりかけてるっていう。でそこはどうなんですか、その次が見えてる状態で試合っていうのはほぼないわけじゃないですか。ほぼない。だから、まあ防衛なんか挑戦者決定戦とかだったらね、まあ、明確ですけど、そうだね、ましてその次がすごいでかすぎて、だけどもうなんていうのかな、結構このただの調整試合でも例えば8勝5敗のタイ人とかだったらもう次に向けてたけど、まあ、成績もなんかちょっと自分っぽい35勝 21KO とかだったんで、まあ、この試合によく集中できた勝因は、とあとはもうあちこちで言ったっすけど、リカバリー当日のコンディションの持ってき方が一番良かったっていうところに尽きると思います。これ結構ボクサーも見てると思うから、あれ、ね、もう皆さんどれぐらい戻すんだろうね。まあ昔の選手だったら3キロ、今の選手だったら5キロ、もう戻す選手もっと戻すか、7キロ8キロとか戻すのかな。階級がね、それは上に行けば行くほど戻しも多少は大きくなっていくと思うんだけども、自分は
さここ最近 2,3 戦は5キロぐらいだったんだね、うん、5キロちょっと超えるぐらいで、前回があんまりにも悪すぎて、今回はすごい計算して戻さないようにしたんだよ、うん、できれば 4.2 とか 4.5 までには抑えたいなと思ってたの、うん、で結果当日戻ったのが 3.8 かな、うん、だから3キロ台しか戻さなかったんだよ、うん、まあ、それがすごい良かったかなと。次回じゃあ仮に 3.8 しか戻さなかったとしても、うん、調子がめちゃめちゃいいとは限らないわけですよね。そうだね。でもその今回はやっぱアップの段階とかでやっぱ体軽かったね、うん、だから体の調子がいいから 3.8 で収まったのかもしれないし、うん、まあ、体調っていうのはね、なんていうの、これだけしか戻さないって計算しながら戻すわけじゃないから、うん、まあ、今回は全て考えてやってうまくいったっていう、そこが今回の収穫っていうか。でも本当にルーチューブ始めてさ、もう前回よりも今回のがやっぱ自分からチケット買ってくれる人はやっぱ増えてる、今回からね、応援してくれるスポンサーが2社増えましたし、いやー本当にいい環境でボクシングできてるなと。で9月はさ、うちに来てる名高と朝日も試合があるから、うん、まあ、そういう彼たちの練習も月曜日から俺働いてるからね。ああ AR 9月25かうん、名高もあと朝倉選手の前座であるでしょ。で朝日も世界タイトルマッチ控えてるからボムでね。はい、じゃあ自分を応援してくれてるスポンサーさんへ感謝の意味も込めて紹介ということで、トランクスがまずスポンサーの前にトランクスとガウンに大きい虎を2匹、うん、刺繍でデカデカ入れてるんですよ、うん、まあガウンも大きい虎、うん、もうちょっと上に入れてるんですけど、まあ、これは本当に意味があって、今年寅年で、自分が36年に1回の豪の虎の年に生まれた男で、ちっちゃい時からお前は強い虎の年に生まれたんで強く生きなさいってみんなに言われてきたけども、まあ本当に奇跡だなと思うのが、うちにね長男が生まれて、オーガが生まれて、オーガがその豪の虎の年に生まれたっていう意味で、自分とオーガっていう意味で2匹虎を入れたっていうことですね。でスポンサーはもう本当、自分が本当にもう有名になる前からずっと応援してくれてるメインスポンサーの山城工業の山城さん、あと自分のね出身地の、墓町の会社株式会社こだま、まあこの本当に2つの会社が僕のメインスポンサーなんですけども、まあ本当にこの年までボクシングやれてないよ、この2社がなかったら。本当に感謝しますね。でその株式会社こだまの社長が別会社でお魚さん売ってるんですよ、熱帯魚、うん、熱帯魚ショップやってるんで、それも入れてますね、はい、このショップ結構てかかなり日本でもトップクラスぐらいに売れてるらしい。はい、で新しく2社、まず栃木県の中山産業が今回から応援してくれることになりました。この会社は自分の親戚とかいとこが3人働いてる会社 でそこの社長が、まあ、自分の、ね、故郷のボクシング頑張ってるっていうことで、今回からもう応援しますよと、うん、なんで応援してくれるスポンサーになってくれました。あとですね、この株式会社セベってセベさん、セベさんあれだよ、ちょっと裏話で、自分がさ、村田さんとゴルフキンの時の YouTube かな、うん、それでちょっといきなり激励賞もらってありがとうございますっていう話をしたの覚えてる？6代から石井会長にこれ赤羽さんに激励賞渡してくださいっつってくれた方なのよ、はいはい、でそっからちょっと激励賞もらって、見たらまあ額は言いませんけど、激励賞の額じゃなくて、うん、すごい額で、まあ俺の電話をして、ちょっと関西の方なんだけど、ちょっと遠いんだけど、それで電話をして、そしたら偶然アベレイヤの試合でいたんで、挨拶だけして、そしたらやっぱり YouTube すごい見てくれてて、YouTube でその激励賞ありがとうございますっていう、自分のことなんかも言ってくれてありがとうございますっていうところから、まあ連絡たまに取るようになって、試合決まった
ったら応援行きますからって言って試合決まりましたって言ったら来てくれたんだよね。でそしたら自分もスポンサーできませんかって言ってスポンサーになってもらいました。本当にセベさんはねメインスポンサー級ですね。あの額もそうですけどすごい今回応援してもらいました。なんでまあガウンにもねセベさんのは入れてますけど本当にありがたいことにねこの2社が新しく僕のスポンサーになってくれました。であとはトランクスはそのトラを入れることによってちょっと少なくしたの。あとこれですよ。浜松忘れてた、うん、これですよ我らが岡田の、はい、はい。まあ元光ジムのね岡田が立ち上げた会社でもう今何十人や 3,40 人使ってるのか、もう今忙しすぎて寝てないっていう寝てないっていう浜松建設岡田ねいつもありがとうね本当に。ラーメン屋もやってるからね。うんラーメン屋もう今ラーメン閉めてるけどね忙しすぎて。うんもう昼夜働いてもうこの浜松建設ね本当お世話になってますね。ボクシングも来てるしね。でトランクスはこの5社にしました。なぜならロナーの斧とこうデザインをして自分はこうあんまりベタベタ貼りたくない、うん、こう何十社とか十何社なんでちょっとデザインもねやっぱ衣装をさ作ってもらってるロナーに。でロナーの技術っていうかさそういうかっこいいトランクスを作れるんだぞっていうところを斧だって見せたいからさ、うん、あのできるだけスポンサーは少なくっていうので5社にしました。はい、じゃあガウンで、ガウンはあれですねセベさんのとこ入れて、うん、であと上がフィジカルトレーナーの岡さんのあとジムですね。まあ本当岡さんのフィジカルがあるから俺この年まで現役でいられると思うんで、まあ本当に強くなりたいボクサーとか格闘家は連絡自分がもらえればあの本当に強くなりたい人は紹介します。あの名高とかのラントレも見てるからね。でその下が前も応援してくれたんですけどもう週に2回ぐらい行くんですけど横浜の市場にある食事どころですね。僕週2回ぐらい行ってます。もう本当にこあの食事どころ川島の信藤夫婦はね信藤夫妻は本当にもう友達みたいなさ僕の20個はいかないですけど15個ぐらい上なんですけどあの軽量も一緒に行ってくれたり、あの車で定食屋みたいな感じなんですか。そう定食海鮮丼とかですね。でチームシュガー下田さんの下田明文のチームシュガーを背負っていつも戦ってます。であとラストはこれペイントライン横浜これ浜松の浜松建設の別会社ですね。あはい、はいはい、なんで2社入れてもらってますね。まあねこうやってたくさんの人に応援されてねあのスポンサー以外にもあのチケット買ってくれたりね YouTube 見て応援してくれてる人がたくさんいるんでねそのおかげで本当に現役やれてますし大きい勝負にも出られますから皆さんに本当に感謝してます。じゃあ次の回はいよいよみんなが一番聞きたがってる赤穂亮次戦について今喋れる範囲で語っていこうと思います。9月3日応援ありがとうございました。43戦目も無事勝てました。次44戦目頑張りますんで今日はこの辺でありがとうございました。